アイロンを入れる際に肘を上げていただいて、アイロンを通してちょっと中間毛先に熱を入れていきます。で、波を作っていきたいので、今度はこの上の部分に内巻きを入れます。巻き損じが起きてしまったりとか、1,2,3 段です。皆さんこんにちは。フリーランスで美容の仕事をしております、アスカと申します。よろしくお願いします。今回はこのような波ウェーブの作り方をお伝えしていきます。少し前に流行った波ウェーブだと思うんですけど、今更聞けないなっていう方もいるかと思います。今では、当たり前のように波ウェーブが定着したかなっていうふうに思っています。で、全て外巻きにすると綺麗めな印象に仕上がりますし、波ウェーブでこのように仕上げていくとやや柔らかな印象に仕上がるかなと思いますので、お伝えしていきます。今日はこのアイロン140度で巻いていきますので、よろしくお願いします。はい、ではそれでは実際に巻いていきます。まず髪の毛の毛量がかなり多いので、一パネルで全て巻き切ってしまうと、巻くこともできるんですがちょっと難しいなと思うので、私は耳前と耳後ろに分けていただいて、後ろのパネルは3つくらいに分けていきます。分かりやすいように前も一緒に留めますね。まず一番下のブロックから巻いていきます。今ブラシ通しちゃったんですけど、手ぐしを必ず巻く前に通していただいて、毛の流れを整えてからアイロンを入れていきます。アイロンを入れる際に肘を上げていただいて、こちらの左側を巻くときは、鏡に向かってコードが向くようにいきます。コードが向くように入れていって、で一番最初スルーといってアイロンを通してちょっと中間毛先に熱を入れていきます。スルーするときは内巻きに巻こうが外巻きに巻こうが大丈夫です。ただアイロンのちょっと熱を借りてこの辺の癖を取るだけです。で巻いていきます。毛先をまず外羽ワンカール作っていきます。スライドさせながら、で毛束を人差し指と中指で挟みます。こういうカールが出来上がります。で波を作っていきたいので、今度はこの上の部分に内巻きを入れます。先ほどは外羽のカールを入れましたが、今度は内巻きを入れていきます。また、毛束の上を挟んで人差し指と中指で挟んでちょっと押します。はい、こんな感じでカールがつきました。一番下に関しては S ができればもういいかなと思います。もう一個巻くとちょっと上がってくるので、別にこのくらいでいいかなと思います。で進んでいきます。スルーしてアイロン入れていきます。根元から中間にツヤを出すイメージでアイロンを抜いていって外羽ワンカールいきます。で毛束の上を挟んであげて、はい、外羽作ります。なんでこういう風に挟むかっていうと、キュッと持ってしまうと毛束がまとまってしまって、アイロンに均一に毛束を挟みたいんですが、まとめてグッと持ってしまうと塊で乗っかってしまうんですよね。で毛束が固まることによって髪の毛全体に均一に熱が通らず、巻き損じが起きてしまったりとか、綺麗なツヤが出ないので、そういった意味でこういう風に入れて広がってますよね。広げてあげて、これをグッと挟む、ピースで挟む感じですかね。あんまり縮めたくないんですよね。で、また内側に入れていく。はい、押します。もう少し毛束を挟んでグッと押し合いっこしてあげるのもポイントです。押して、はい、外します。で、2段目からもう一回外羽を作ります。はい、外します。はい、波が3段できました。1,2,3 段です。これを繰り返します。とても簡単ではあるんですが、意外と苦手だという方もいらっしゃるので解説をさせていただいております。はい、手ぐしをしっかりと通していただいてアイロンスルーからいきます。根元、手元、中間、
中間と入れていただいて、毛先外跳ねいきます。ちょっと押してください。クッとアイロンを、はい、外跳ねができて、先ほどのようにチョキで挟んで毛束をグッと固まらないように、均一に広がるように持ちます。そしてさらにこのまま適をつけながら内巻きワンカールつけていきます。はい、で押し合います。こっち挟んで固定でグッと押し合います。はい、離します。私今日は140度の温度で巻いています。ちょっと180度か、熱を上げれば上げるほどこの毛束を挟む時に熱くてアチってなっちゃうので気をつけてください。サイドは2つに割ります。また手ぐしを通して、でサイド巻くときにやや斜め前に持っていってあげると綺麗に決まります。というのも毛根の向きが斜め前を向いているので、このまま巻くより少し前に持っていってあげた方が綺麗な外羽に出来上がりますので、やや顔の前に持っていってで中間、根元中間のツヤ出しをしてあげて、その流れで毛先です。外跳ね、外跳ね。ちょっとこの顔周りの髪の毛の長さが違う子たちは無理やり巻こうとせずに別々で巻いてあげます。で、いきます。また内巻き作ります。で押し合います。クックック、はい、 S 字です。で今度この上ですね、はい、毎回ちょっとさっき入りきらなかったモノダンの前の髪の毛のグラデーションの入ってる部分をもう一度巻きましょう。中間、根元中間をスルーでアイロンをこう感じで、これで挟むことによって毛束が広がってくれるっていうメリットもあります。ツヤが出るのと毛束が均一に広がる。で巻きます。巻き終わりました。で、今ちょっとこの辺にカールを入れていないので波3段にしているので動きがやや少なめなんですが、最後にバランスを見て仕上げていきます。表面だけまたカールを足していく作業をします。では反対側に移ります。アイロンの先が鏡を向くようにアイロンを入れることが多いです。外、内、外に3段巻くと、もう狙いを定めてそのまま勢いよくぐーっと下ろしてくる。で止める。